大久保清志へは、日本の政治家、歯科医師、諫早市長、元長崎県議会議員、元参議院議員、長崎県諫早市生まれ、長崎県立諫早高等学校、長崎大学士学部卒業、東京都、神奈川県の歯科医院勤務を経て、福岡県福岡市博多区で、歯科医院を開業し、地域の歯科医療に携わる。2002年、 小沢一郎政治塾終了。2003年、長崎県議会議員選挙に出馬し、初当選した。2005年、長崎県議を任期途中で辞職し、第44回衆議院議員総選挙に、長崎2区から民主党公認で出馬したが、自由民主党前職の久間昭夫に敗れ、落選した。2006年、長崎県議会補欠選挙に出馬し、当選。 2007年、再び任期途中で、長崎県議を辞職し、第21回参議院議員通常選挙に、民主党公認で、長崎県選挙区から出馬。自由民主党新人の小峰忠都を破り、当選した。2009年、小沢法中団に参加し、中華人民共和国を訪問した。2013年の第23回参議院議員通常選挙では、 民主党公認で、長崎県選挙区から出馬したが、自民党新人の小賀智一郎に、大差で敗れ、落選した。自身の敗因については、有権者の民主党に対する拒否感を上げ、その最大の原因について、菅直人元首相の名前を挙げた。2014年、第47回衆議院議員総選挙に、長崎2区から民主党公認で出馬したが、 自民党前職の加藤幹事に敗れ、落選。2015年、長崎県議会議員選挙に、伊佐林選挙区から無所属で出馬し、通算3期目の当選を果たした。2019年の県議選で4選。2021年1月15日、同年3月28日投開票の、伊佐林町選挙に無所属で立候補することを表明。 3月28日の投開票の結果、自民党の推薦を受けた現職の宮本昭を、元国土交通省職員の山村武史の2候補を、破り初当選した。4月10日、市長就任。当日有権者数、11万1401人。最終投票率 58.、58.78%。ありがとうございます。